挨拶します。私たちはアークトゥリアン評議会です。私たちは皆さんとつながることができてとても嬉しく思っています。私たちはこの宇宙における意識の進化の次の段階に皆さんと一緒に踏み出すことにとてもワクワクしています。私たちは宇宙の拡大というこの段階を共に歩んできましたが、人類はとてもよくその役割を演じてきました。私たちは皆さんの集団としての道をよく知っています。そして今、外の世界がどのように見えていたとしても、皆さんはアセンションプロセスにおいて軌道に乗り続けていることを皆さんに保証したいと思います。これはとても長い旅であり、皆さん全員が味わうべきものなのです。そして非常に長い間、この位置に戻ることはありません。そして5次元へのシフトが完了したら、皆さんはどんどん次の次元へアセンションしていくでしょう。皆さんはいずれは6次元、そして7次元へとアセンションしていくのです。ですから、今は、あとどれくらい時間がかかるかとか、あとどれくらい我慢しなければならないかなどと、考えている時ではありません。今は、今いる場所に感謝し、今この瞬間に、さらに拡大する方法を探す時なのです。そして、皆さんは、今こそ、5次元へのアセンションを実感できるような、物理的な領域のマスターのレベルに到達する時であり、それと同時に、他の人類のための、教師やヒーラー、リーダーやガイドとなる時なのです。今、あなた方は、その役割を果たすために存在しているのです。そして、あなた方の多くは、すでに、本当の自分を思い出し、自分が人類のための、ライトワーカーや、ウェイショワーであるということを感じています。そして、私たちはいつでもここにいて、あなたが、この時代に目覚めることを選んだという、その事実の重要性を思い出させる準備ができています。また、私たちは、皆さんの負担を軽くし、物理的な領域をマスターするという、その感覚を身につける手助けをしたいと思っています。そして、あなた方は、スピリチュアルマスターが、どのような姿をしていて、どのような気持ちなのかを知っていますよね。あなたは、そのような、人間の描写を見たことがあるでしょうし、現在アセンデッドマスターとして知られている、多くの存在たちとつながったこともあるでしょう。そして、今こそ、あなた方は、アセンデッドマスターと最も共鳴する時であり、あなたが、つながりを感じているアセンデッドマスターや、他のマスターたちとの、つながりを深める、絶好の機会なのです。そして、アセンデッドマスターは、地球上で、お気に入りの人を選んでいるわけではないことを、私たちは、皆さんに知っていただきたいと思います。彼らは皆、毎日どの瞬間にも、あなた方一人一人のために存在しているのです。そして、あなたは、彼らの愛や意識を感じたり、彼らのヒーリングエネルギーや活性化、そして、慈悲を受け取ったり、そのようなことは、必ずしも必要なことではありませんが、あなたは、意識を、アセンデッドマスターのいる12次元に到達させ、彼らの波動、意識、そしてエネルギーを感じることを、私たちはあなた方にアドバイスします。そして、あなた方は、アセンデッドマスターとチームを組み、地球上の存在の次元の、新しいマスターになるのだということを知ってください。私たちは、アークトゥリアン評議会です。私たちは、皆さんとつながることを楽しんでいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。